念願のオーダーしていたルイスレザーズ届きました。ツイントラックのベジタブルタンニン仕様のロンジャンメーカーが出すアメジャンってのはまたちょっと違った良さもあったりして、1966年に登場したモデルです。襟が折り返して縫われてないのでロンジャンのテイストを残している、ここが面白いところです。まあ手袋であったりとか地図であったりとか、まあ、トンネルポケット、こちらが配備されている。ご視聴いただきありがとうございます。どうもこんにちは、しんせいです。今回なんですけども、念願のオーダーしていたルイスレザーズ届きました。今回ご紹介するのはこちら、じゃじゃん、ツイントラックのベジタブルタンニン仕様のルイスレザーズになります。はい。でちなみにですが、前回動画でご紹介してますけども、今着ているもの、こちらはヴィンテージのルイスレザーズのツイントラックのジャケットになります。なのでまあこれの当時物と現行物で、全く同じモデル買っちゃいました。まあまさにね、今写真がすごくブームというか人気ですけども、その中でもルイスが出している写真のモデルということで、気になっている方も多いと思います。また、ルイスが唯一出しているアメジャンの中で王道なのがブロンクスジャケットですが、ただそれの、まあ、ある意味進化バージョンがこちらのブロンクスツイントラックになるので、ぜひともですね、最後までご視聴いただけたらと思います。いやー楽しみすぎる、嬉しいというところで最後までご視聴いただけますと幸いです。よろしくお願いします。はい、ということで今回ご紹介するこの子、かっこよすぎる。ぜひともですね、こちらの革ジャンの、感想も踏まえてコメントをいただけたらと思うんですけども、やっぱりねこのツイントラックっていうのは僕の中でなんだろう、ドンピシャのものでもございまして、あとはやっぱりルイスレザーズ、ロンジャンですね、いわゆるですけども、ただロンジャンメーカーが出すアメジャンっていうのはまた、ショットのようなザ王道のアメジャンブランドが出すアメジャンとまたちょっと違った良さもあったりして、あとは個人的にですけどもめちゃめちゃ利便性がある革ジャンなんで、まあそういったところもちょっと見ていただけたらと思います。はい、というところでちょっといろいろとまずはディテールからご紹介していこうと思います。はい、それではまずディテールの方からご紹介したいと思うんですけども、こちらのモデルですね、まあなんといってももうかっこよすぎるんですが、まずはモデルの詳細からちょっとお話しできればと思います。正式名称がツイントラックブロンクスのナンバー440ですね。こちらのベジタブルタンニンカウレザーになります。でこちらのツイントラックのブロンクスはですね、当時のベストセラーだったブロンクスの発売から10年後の1966年に登場したモデルです。かなりアメジャンの雰囲気があるかなと思います。で、まあ、1966年に登場した、冒頭でも言いましたけども、ある意味、ブロンクスジャケットの進化バージョンというかアップデートバージョンが、このツイントラックかなと思います。で、まあ、モデル名にもある通りツイントラック、このフロントですね、フロントにあるこのツイントラックジッパーを採用している点、ここが非常に魅力的で特徴的なところかなと。まあ、通常であればこの1箇所のみなんですけども、このモデルは2箇所につきます。でこれのいいところは何かっていうと、まあいろいろあるんですけども、まず実用性のところから言うと、コーディネートの幅が広がります。でこれどういうことかっていうと、ここ2箇所あることによって身幅がですね変わるわけですよ。ちょっとタイトに着たりとか、ちょっと緩く着たりとかすることができるので、そうなると例えば、ちょっと暑い時期だったら T シャツ1枚、ただちょっとやっぱりルイスだしタイトに着たいんだよなっていう時はここ、一番奥のところまで締めちゃうっていうのも一つの手で、厚手のニットとかそういうものを着込む時はやっぱりちょっと中がかさばるので、ここの、短いところのジップを使うという感じで、まあいろいろとね楽しむことができると。はい、あとはまあ、見た目ですよね、すごく面白くて、やっぱりジップがねこの2箇所あることによってよりロック感があるというか、どこかエッジも効いた感じになってて、そこも非常に魅力的かなと。でまあ全体的に見て金具使いが多いので、なんかそこもですね武骨感がより相まってというか、魅力的で男臭い感じが出てるのかなと思います。そして、ここのウエストベルトのところですね、これもまあ、アメジャンのデザインですね。このウエストベルトがあることによってより、男らしさ武骨感アメジャン感っていうのが出てるのかなと。まあ後で着てみますけども、全体的に見た感じに、ショットに比べてやっぱりタイトですね。ただ注意していただきたいのが、このツイントラックのモデルはタイトモデル存在しません。
ルイスで言えば、タイトモデルとレギュラーフィットモデルの2種類がありますけども、こちらはレギュラーフィットモデルです。ただ着てみた感じで言うとそこまで気にならないというか、むしろすごくスタイリッシュでタイトだなって、思いました。まあ、そこに関しては着用動画でご覧いただければと思います。そしてですね、続きましてフロント部分、まだまだ説明するところがあります。ここのフロント部分にですね、2箇所ジップがありますと。でこうすることによって、まあ、収納力がね、段違いにアップするわけです。革ジャンといえば不便なものであって、実用性皆無なモデルなんですけども、まあ、ここに、収納スペースがあることによって非常にありがたい。そうですね、後でこの、ヴィンテージのものと見比べてみたらと思うんですけども、全体的なデザインは一緒なんですけどちょっと違いもあるので、そこもですね、お楽しみに見ていただけたらと。ベルトのところでしょうかね、エポーレット、このエポーレットがあることによって、まあもうアメジャンですよね、まさに。もうアメジャン仕様に、カスタムするのが大好きなので、ちょっとどんなカスタムしようかなっていうところでワクワクしているところではあるんですけども、まあ、そんな感じで、まあ、全体的にはアメジャンなデザインなんですけども、ただもちろんロンジャンらしいところもあります。そこがこの襟のところですね、襟が折り返して縫われてないので、まあ、アメジャンっていわゆるぷっくらしてるんですよね。けどこれはやっぱロンジャンのテイストを残している、ここが面白いところです、ブロンクスの。なので、まあ、このエッジの効いたデザインというか、このエッジがね、たまらなくエッジなわけです。はい。はい。あとはですね、ちょっとですね、袖山が高いです。なので、まあ、これもルイスの特徴なんですけども、なので着た感じの、その、スタイリッシュさというか、まあ、ある意味スーツっぽい感じで袖山が作られているので、そうすることによってカジュアルさっていうよりはクラシックさがちょっと醸し出されている。だからアメジャンなんだけど、まあ、随所にアメジャンらしくないところもあるよねっていう革ジャンです。いい意味での話なんですけども、あとは、カスタムしたところも、同時にお話できればと思いますけども、まずカスタムしたところはこのベージュジップにしてます。なんでベージュジップにしたかっていうと、やっぱりベジタブル単輪なめし、いわゆる茶芯ですね。どんどんこの革は、着ていけば着ていくだけ、茶芯が出てくるので、そうなるとベージュジップの方がもともとヴィンテージ感、このベージュジップだと出るじゃないですか。それがもっと、いい化学反応を起こすなって個人的には思ってます。なので茶芯のモデルに関しては絶対にベージュジップにしようというところで、今回も例外なくベージュジップにいたしました。あとはこのスクエアバッチにしたところですね。まあブロンクスとか、まあ、他のモデルもそうなんですけど、基本的に、カスタムするものはもうスクエアのバッチにしてます。はい、もうスクエアフェチです僕は。革のところで、言うとですね、革はイタリア製の植物タンニンなめしの革を使っています。1ミリから 1.1 ミリ、なので数字上で見るとちょっと物足りない、そんなもんなのって思っちゃうんですけど、ただ着てみると、まあ、やっぱりカウレザーなのですごく着ごたえがあるし、あの硬さもね十分あって楽しみな革ジャン好きも、まあ、そんな満足しないものではないのかなと。なのですごく経年変化に期待できるアイテムだなっていうところもあるし、まだまだね写真が出てないんですけども、光沢感がありますね。まあホースに近いかな、どちらかというと。そこがね、ベジタブルタンニンなめしのいいところでもあるのかなと。あとは中ですね、中はどうしたのかっていうと、レッドキルティング、ザ・ルイスって感じですね。もうこれはもう言うことないんですけど、まあ、基本的にアメジャンってそこまでインナーに赤使うもの、まあたまにあったりしますけど、基本的にはないのかなと。まあ、ロンジャンの方が圧倒的に多いんだなというふうには思うんですよね。そんな中で、まあ、ロンジャンの雰囲気もちょっと残したいなっていうのもありまして、インナーはレッドキルティングにしました。そして内ポケットもつけました。そうですね、後でお話しますけども、もう収納力はもうできる限りのことをやってアップしています。はい、後ろも見てみましょうか。後ろ姿もかっこいいと。はい、普通のブロンクスにないところなんですけど、ツイントラックにしかないところですね、ここです。はい、ここにジップがありますと。これも結構収納力がありましてありがたいところなんですけども、両脇にですね、左右から入れることができる、ジップがついています。でこれは何を入れるのかっていうと、まあ、手袋であったりとか地図であったりとか取り出せる、まあ、トンネルポケット、こちらが配備されていると。いやーこれねかっこいい、ここも助かるよね。まあ基本的に多分使うことってないんですけど、はい。でも結構な収納力あるんで、まあまあまあ、ちょっとした旅行ぐらいだったらこの革ジャンが一番、利便性があっていいのかなと
あとは、この贅沢に使われているこの背面の一枚革もね素晴らしいし、あとはなんといっても、アクションプリーツがついています。はい、なので、可動域も上がってくれます。まあ、僕もバイク乗ったりするので、まあ、本当に実用性があって、素晴らしいアイテムだなと、はい、個人的には思ってます。これ早く着たいな。まだねちょっとシワ入れてないんですよ。だから早く入れたいなっていうところでもあるんですけど、あ、そうだ、あとはですね、ちょっと細かいところですけども、ここにアームポケット、はい、ありますけども、まあ、袖にですねこのポケットをつけたのはこのモデルが初めてと言われています。まあ、本当かどうかは、諸説あるかなと思うんですけども、そんな感じです。まあ、ざっくりとですけども、ご紹介してきたかなと思います。まあ、このツイントラック愛用してる方結構いらっしゃって、まあ、それこそラモーンズの方であったりとかも着られているモデルです。ブロンクス通常のものに比べるとあまり知名度がない、あ、そんなあるんだって、あまり知られていないモデルではあるんですけども、個人的にはブロンクスジャケット通常のものよりもこのツイントラックの方が好きですということですね。早速ですけども着ていきたいと思います。それではどうぞ。いや、なんかこの勢いで向かい合ってたらもうかっこよすぎてチューしちゃいそうになる。かっこいい。あー、すいません、ごめんなさい。ごめんなさい。キモすぎだろ。一人でしかもこれやってるってキモいっすよね。入れちゃいますよ、シワ。入れちゃっていいの？いいんだね。よっしゃ。よし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 。いやー、つくづく自分キモいなって思います。どうし、求む。よっしゃ、いるぞ。いやー、緊張するな。やっぱカウレザーなんで、かなり着応えがあるというか。さあ、行きます。おう。まだまだだね。めちゃめちゃ硬いけど、まあ、まだなんだろう、着られた感があるというか、手なずけてないですね。こっからどう変化していくのか楽しみ。ちょっと革の音聞いていただけますか。鳴るかな。エッチな革、エッチですね。よっしゃ、もう革入れたんで僕のものです。もう誰にも着させない。結構着丈がね短いのがアメジャンっぽくて面白い。よし、それではですね、ごめんなさい、めちゃめちゃキモい瞬間を見せまくっちゃったんですけど、早速ですねコーディネートをご紹介したいと思います。それではどうぞ。それでは早速ですけども着てみました。どうでしょうか。まあ、サイズ的にはどうだろう、肩幅は若干ゆとりがある感じなんですけども、身幅とかはめちゃめちゃちょうどいい感じですね。あとはやっぱりねこのアメジャン風な感じが、個人的にはたまらないです。やっぱルイスってどこかなんだろう、テーラー的な要素があるので、すごく、まあ、ジャケットを羽織っているような、ちょっとどちらかというとクラシカルな、印象を受けますけども、まあ、ただこの革ジャンに関しては、まあ、サイクロンライトニングに比べてよりどこかワイルド感というか男臭さ、そういったところがある革ジャンですね。これはこれでまたなんだろう、ルイスの良さを知れたというか面白いです。ただまあアメジャン風なんですけども、やっぱり随所に、ロンジャンのテイストを残している。それはまあディテールのところでもありましたけども、襟の部分であったりとかですね、この襟が、折り返してないところであったりとか、シャープさであったりとか、まあ、あとは袖山が、高かったりとか、やっぱり随所にですねこういうこだわりというかルイスらしさですね、ある意味それを感じることができるので好きです。はい、で、全体的なコーディネートとしては、まあ、何個かちょっと早速ですけども着てみました。
まあまずはですね、バチバチのオールレザーの、はい、パンツはですね、バンソンの、黒い、レザーパンツと合わせてみたんですけども、これいかついっすねこれでバイク乗ったらめちゃめちゃかっこいいなとか、はい、思ってるんですけども、まあ、ロンジャンにですね、まあ、ハーレーとかそういうアメリカテイストなものを合わせるのは、まあ、邪道っていう意見もね、あったりするかなとは思うんですけども、ただこういうブロンクスであれば、まあ、中今回、ヴィンテージのハーレーティー着てますけども、全然ありなのかなと、はい、思います。そしてですね、あとは、まあ、白パンツと合わせても、それはそれで非常にいいのかなっていうところもあって、まあ、白パンツに合わせるとどこかなんか男らしさもちょっと中和できる、要素もあるんじゃないかなと思いつつですね、これも、非常に気に入っています。はい、ブーツインするタイプで、ちょっと男臭い感じでまとめてみたんですけども、まあ、これもいいですね。イギリス軍のパンツと合わせてみました。イギリスを感じるスタイリングになったかなと思います。これも個人的には好きです。あとはこういうやっぱロックティーと合わせて、はい、でこれは復刻の M47 ヒューストンのモデルですけども、こちらのパンツと合わせてみました。まあ、このローリングストーンズの T シャツすごくハマってて、まあ、こういうバンティーとね、ブロンクス合わせても、まあ、やっぱり合いますね。かっこいいです。で意外と使い勝手がいいのと、あとはやっぱりね、この気分によって、フロント周りの印象を変えることができるのもいいですよね。まあ、ツイントラックで2つジップがあるので、片方止めて片方見せるパターンであったりとか、全締めするパターンであったりとか、まあ、気分によって、変えることができるっていうのもすごくいいのかなと。後ろ姿はだいぶシャープですね。絞られてるというか、まあ、腰にかけて、まあ、反ってくる感じでですね、かなりタイトな印象です。ただフロントに関しては結構ねワイドというか、武骨なイメージがあるんですけども、後ろはどちらかというと、まあこれどっちもねちょっと、捨てがたいんですけど、やっぱりね、せっかくツイントラック買ったので、このフロントの手前の部分を締めて、片方もう片方のフロントジップは見せる、このスタイルがすごく好きです。すごく着ごたえがあって重い、何より。まあ、数値で言うとそこまで重いというか肉厚な革ではないんですけども、なんか数値以上にすごく肉厚な感覚は、うん、あったりします。あとはですね、やっぱり全体的に見るとちょっと着られた感がまだありますね。やっぱ新品なので、うん、どうしてもまだこなれ感というかそういったところがないので、まあ、ガンガンに着ててですね、ちょっと自分の皮膚に、はい、していきたいと思います。いやー、これ買ってよかったな。かっこいいわ。皆さんはですね、ブロンクスジャケットのことどう思いますでしょうか。まあ、個人的には、ブロンクスツイントラック、2パターンありますけども、ツイントラックの方が好きです。ちなみに余談ですけども、666でですね、ライトニングのツイントラック風といいますか、フロントジップが2つついているものがあったりします。これ欲しいんですよね。なんかね、ライトニングでこういうのあったらいいなって妄想しながら666のウェブサイトを見てたら、あんじゃんなんかすごくね、嬉しかったです、それを発見した時。そしたらですね、ちょっと僕が今持っているというか着ているこのヴィンテージの、ツイントラックとちょっと差というか比較していきたいと。正直な話、このヴィンテージのジャケットもお直し出しててマイサイズにしてるんですよ。だから何とも言えないところではあるんですけども、まあ、全体的に今っぽい雰囲気というかシルエットに仕上がっている、そんなデカすぎずみたいな感じで、ちょっとスタイリッシュになってるのが現行かなっていう感じです。あとはですけども、このフロントのポケットの部分の大きさが全然違いますね。まあヴィンテージの方が割とデカいです。もうドーンって感じ、語彙力なみたいな。まあ、革も違うんでちょっと比較はしづらいんですけども、まあ、全体的にはそこまで変わってないベースはってな感じですかね。あまり比較すると、まあ、違いっていうところが難しいんですよね。やっぱりこれかっこいいですね。まあ、全体的な違いで言うと、あとはこの、ツイントラックのジップの配置ですね。ヴィンテージの方が広いです。ただ現行のものはもうちょっと狭められていて、
でこれどっちがいいのって話なんですけども、個人的には両方メリットがあって、例えばこっちの方がスタイリッシュに見えるじゃないですか、幅が広がってないので。ただこっちにすると身幅の調整がより効くっていうところがあって、どっちを取るかっていう話でもあるんですけども、うん、っていうかツイントラック2つ持っている、2着持っている人って僕しかいないんじゃないかな。普通にアホっすよね1着でええやん。はい、そんな感じで見ていただきました。いかがでしょうか。いやー、どちらも魅力的というかたまんないっすねもう革ジャン好きとして、というか一個人として、このブロンクスのデザインのファンなんですよ。なので、まあ、ようやく届いて嬉しいし、まあ初めてだな、ルイスレザーズで初めて写真のモデル、ベジタブルタンニンナメシのカウレザーを、買うことができたんで、これもう楽しみでしゃあないですね。というところで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。こちらの動画が少しでも面白いなと思っていただけましたら、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。いやー、ツイントラック半端ないでしょ。